とろけるチーズをレンジでチンするとうまいというのをネットで見たので、今回やってみたいと思います。地味に開封失敗わら。カリカリのチーズになるそうなんですが、うまくいくのか半信半疑でございます。綺麗に剥がれてよかった。クッキングシートに載せるそうです。熱い 6P チーズも載せましょう。まだスペースがあるので、もう1枚とろけるチーズを乗せよう。ぴったりです。ではレンジに入れます。チーズがとろけてレンジの中がぐちゃぐちゃになったりしないだろうか。グツグツ音が怖い。チーズが溶け始めてます。チーズの匂いも漂ってきます。怖くなったので1分ぐらいで売れ停止。チーズがすごいことになっています。シートと一体化してそうなんですけど、これ食べられるのであろうか。ズーム、オーブンじゃないのに焦げ目がつくもんなんですね。取り出し、おう、油でギットギトです。クッキングシートから剥がします。あら不思議、綺麗に剥がれます。クッキングシートすごいな。早速食べてみます。まずくはないけど特別うまくもない。ただお酒のおつまみにはいいのかもしれない。ペロッと食べちゃいました。次は 6P チーズ行ってみましょう。なんだか高級なチーズみたいわら。こちらも綺麗にペロッと剥がれた。目玉焼きのような、中央からドロッとチーズが出たらよさげ。食べてみます。これはあれだ、スライスチーズだわら。 6P チーズはチンするとスライスチーズの味になる。真ん中だけになりました。プニプニ。触りすぎです。おっと失礼。特にトロッと出ることもなく、味的にはスライスチーズだ。残りの1枚も食べてしまいましょう。手がギットギト。クッキングシートのギットギト。まあチーズをちょっと変わった食べ方をしたいという時にはいいんじゃないでしょうか。